シャーペンニュース130、シャーペンです。モンストニュースの翌日に今週のいろんな情報をできるだけ丁寧にまとめていく動画でございます。まあ多分もうすでにあのガチャがね始まってると思いますけれども、まあその話もしていこうと思います。どうぞ。まず、吉田松陰重心化と、まあ先月高杉重心化して、今月は吉田松陰っていうね、この元祖新入部勢が立て続けに来てますけども、残りはペリーとなりまして、まあこの流れはもう来月にペリー来るか、もうこっから一人ぼっちになるかっていう、どっちからと思いますね。結構長い間。せーのどうぞ。まずこのギミック対応力は進化からもらいまして、重力ワープ。で、重力が超 AGB になって、で、しかも神化からなんですけども、この SS で持っていたこのビットンブレイカーの効果をアビリティもらったっていう、なんか珍しい方式ですね。まあ、これをゲージなしで持っていると。で、結果 SS 進化からもらいまして、これもターン数2周に1回になったんで、回転率上がりましたし、まあ、これ場面によって輝き方が全然違いますからね。いいとこで使ったら、まあ、唯一無二の活躍をするぐらいの状況が生まれると。で、友情コンボはまさに順当強化というもので、両方とも現在あるものの一番いいやつもらいましたね。ホーミングと拡散弾。まあ、とは言いつつ、最前線の活躍はそこまでいかないですけども、まあ、安定感のある火力、強いとは言えるはず。強め。まあ、やっぱりこのシリーズ元から強かったんで、あんまりこの重心から魔改造ってのはされないですね。全部順当強化、合体で、そこそこいい性能になるんで。ただ言ってもこの注目点は星6ガチャゲン初のビットンブレイカーなんで、これが仕事を作りやすそう。勝手に作る可能性もありますし。で、未開は怪しいですね。イソップのめちゃくちゃハマってる感じもあるんで、もう勝因必須級ぐらいのクエストが来てもおかしくないかなと、未開21で思いました。という重心化、おめでとうございます。続いて、利用者数キャンペーン第2弾と、まあ、先週第1弾で結構早めに来ましたね、2弾。で、この内容が、ナイピックガチャ。まあ、これ今回の注目点であり、もう今開催されてますけれども、今日から5日間、26日の水曜日まで開催している。で、内容とか流れ注意点ですけど、まずこのガチャを引く前に各属性1体ずつ欲しいキャラクターを選択する。で、これ注意点としては限定キャラクター、コラボキャラクター、期間限定キャラクター、あと2021年5月17日以降なんで、今やってるイベント、ミラー、アルタイル、レグルスは選べないんでご注意ください。まあ、簡単に言ったら通常キャラクターですね、そこから選ぶと。で、そして自分の好きなキャラクター、欲しいキャラクターを選択するとこのバナーの下にボール A が表示されまして、選んだキャラクターの排出確率が上昇していると。で、この画像を見る限りは 0.9% になってますね。で、これ引ける回数なんですけども、初回10連ガチャは無料ですね。これ誰でも引ける、これありがたい。結構モンスト無料10連ってのが少ないんで。で、20連以降は応募を使用すると引けることができまして、で、最大50連引けるんで、無料分の10連と応募を使う50連の計60連がチャンスとなっておりますと。で、これも注意点ですけども、星玉。まあ、初回の無料10連ではたまらずに、20連目以降の応募使ってるとこがたまるんで、この辺の調整にはご注意ください。まあ、応募を使うガチャは星玉たまる。使わないガチャ、特玉とか、今回の無料とかいうやつはたまんないんで、これで見分けられますね。まあ、ただ言っても確定枠ないですし、絶対選んだキャラクター出るよってわけじゃないんで、まあ、この自分好みに設定できるモンコレと捉えていいと思います。まあ、全員合わせたら 4.5% の確率で欲しいキャラ出ますからね。まあ、そう考えたらなんか出そう。まあ、この辺は捉え方次第。あと、リセマナがいいですね。無料10連なんで。まあ、この際、もしモンストやりたいなって人は、まあ、ここがチャンスですね。周りになんかモンストやってない人とかいたら教えてあげてください。で、ここからがま、おすすめキャラクターですね。まあ、各属性選ばせていただきました。どうぞ。まあ、ちょっとごちゃついてますけども、まあ、簡単に見ていくと、まあ、非属性が強キャラ揃いですね。全員強い。で、まあ、上2体が汎用性重視、ペルセウス、ニュートン。まあ、両方とも低難易度から高難易度まで幅広くいけますけども、まあ、ペルセは低難易度、ニュートンは高難易度とかノマクエとか特定のところでの活躍が目立ちますね。で、下3体はより高難易度。まあ、ブレイクは近畿28、もう鬼門の最適クラスですし、アザトースも近畿に多くて姿勢を持っている。で、アザゼルは高難易度に1体入ってると、まあ、棒スピアップとか号令とかが助かるんで、まあ、腐りづらい性能ですし、全員持っていて損はないと思います。で、水属性と、まあ、ロレイは現環境で最適性ではないですけども、まあ、最初から始める分にはめちゃくちゃいいんじゃないかなと思いましたね。まあ、リセマラで狙っていいキャラと言いますが、癖が少ないですから。まあ、ただまあある程度モンスターやっていてキャラクター持ってるっていうと、まあロレ以外のところがいいかなと思いますね。スズランとかも近畿ハマって26、まあ、グネも高難易度に加えて友情コンボが刺さる場面がある。プルメリアはまあ直殴り方面ですけども、で、剣士はちょっと僕の好み入ってますけども、持ってなかったらぜひ。まあ、地属性は難しいですけど、パスカルはまあ持ってることしたことはないかなっていう。まあ、近畿未開っていう毎月やっていくものの鉄製ですし、でも秀吉も殴り性能、それに合った友情コンボで、まあ、玉露あったらね、さらに活躍の場あったんですけども、なくなっちゃったんで、まあ、それでも起用の機会は見られると。で、ユグドラ諸葛亮はまあ、誘発のサポートがメインと言いますかね、サポーター重視で。
諸葛亮はよりサポーターですね、さらに。で、またこれ木陰のところはね、ちょっと趣味入ってますけども、まあ、超戦型解放すると進化を発揮しますね。まあ、ここはもう他あとミョルニルとか、もういいと思います。で、まあ、機械属性もよっぽどない限りマルタですね。ここ複数では持っててもいいんで、2体以降も全然あり。で、まあ、マルタ以外だと、まあ、特定のところ、ロイゼも近地30っていうね、大仕事もらってるんで、おにゃんこぽんいたらそんなにいらないですけども、持ってなかったらまあ、クリアするために持っていて損はない。で、汎用性のパーシバル、友情コンボロ戦のイシュタル。で、ランマル結構まあこれ高難易度寄りですけども、SS も今後活躍できるものですし、ワンパンとかのやつで、ゲージ飛ばしか。マルタの次におすすめするんだったらランマルかなと思いましたね。で、闇属性最近まで通常でこれぞってキャラクターがあんまりいなかったんですけども、まあ、ハーメル、カイト、サクラ重心化で、一気にこの友情コンボの路線が強くなりまして、ここは狙い目ですね。で、下3体はまたこれ高難易度と。まあ、大谷もロイゼと一緒で、近畿29っていう大仕事なんで、上級者向けですけども、まあ、ここはいい狙うタイミングではないかなと思います。ということで、各属性5体のおすすめでした。まあなんか迷ったらこの辺選んでみてください。で、次がモンスト映画ガチャ復刻再びということで、これ3回目の開催ですね。本開催復刻1、これ復刻2回目ですけども、23日から1週間開催されてまして、まあ多分これはノアパンですね。ノアパンが26億ハマったんで、ここで使ってねってことだと思うんですけども、ただまあちょっとリスクが高いんじゃないかなっていう。で、各種キャンペーンの実施、初開催守護獣の森スコア報酬に5倍のスペシャルボーナスということで、そこだったんですね。そうなんだ。ということで第2弾、ガチャはあると思ったんですけども、まあ、ここまで力入ってると思わなかったですね。ゼロガチャとかそういう結果と思ったら、まあもう始まってると思いますけども、皆さんのいい結果をお待ちしております。続いて、オリエンタルトラベラーズに新限定キャラクター追加&重心化会。先週反対地盤で発表されたやつが日本版に輸入決定しましたね。で、改めて見ていくと、降雨重心化2種類の浴び対応、ワープブロックに火属性への耐性ですけど、まあ注目点はこの火力強化ですね。超アンチワープ属性キラー連撃キラーで、うまく組み合わせるとかなり評価されていく。号令 SS なんですけど、結構ターン数長めなんで倍率は高めですね。信長とかその辺のやつ。これ突然改めて振り返りますけども、まあ導いてとか引いてっていうやつは号令で、動かしてっていうやつは大号令ですね。これたまに僕間違えるんで、ここに書いておきます。で、砲撃型かつ属性キラーが乗る超強プラズマが、七海健斗と同威力なんで、こう見たら強そうですね。まあ、現に強いと思いますけども、ただサブが友情火力でないともったいないけども、まあ、パワーフィールドなんで、まあ、味方の強化だけでなく、まあ、ドアビのスズランと組めば、誘発で、自分の時間殴り火力にもなりますね。で、これ反射っていうこと以外は26極でも結構合うものが多いんで、どんぐらい活躍してるか気になりますね。結構ま、グネ使ってると動きづらいなって場面あったんで、この時間殴り火力をもってしてどんな感じになるのか。で、月霊重心化カイト。魔法陣対応とかサポート性能のアビリティに加えて、まあ、こちらも火力強化ですね。マイスイエル魔法陣ブースト。まあ、超アンチワープ、弱点キラーとか、まあ、火力につながるものを多くもらえたと。まあ、ただこれ発動条件が合計 HP11 万以上がラック100以上で、HP で言うと結構厳しめな気がしますね。身の強化とか必要そうですし。で、コネクタも結構重要そうなんで発動しないわけにはいかなそうですからね。友情コンボも順当強化に加えて、アビリティ弱点キラーとか魔法陣ブーストでさらに火力を高められると。で、最初から超砲撃型ですから、まあ、適当に誘発キャラクターと組んでも雑に火力を出せると。結構貫通だったらいいのにとは言われましたけども、まあ、反射でも十分な気がしますね。まあ、貫通は壊れすぎていたんではないかっていう。まあ、元の月量の立ち位置から言ったらもう考えられないぐらい、成長したと思います。まあ、という感じで、オリエンタルトラベラーズは25日火曜日からですね。ここから2日間開催と同時に月例の会も解禁されます。おはようございます。新たな超絶が降臨、ゴーザンゼミョー。初降臨が5月28日金曜日19時から21時、頑張りましょう。来週のラッキーモンスター、土の子、岩永姫、一寸法師、イザナギゼロ、ネオン、控えの冒険戦の甘いもん。いや、ということで、ちょっと僕まだ引いてないんですけど、マイピックガチャはどんな感じになるか楽しみでございます。ということで、よかったらコメント欄か皆さんの気になった情報とかありましたら、どんどん書いていただけると嬉しいです。あと、ついでチャンネル登録をしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。高評価もぜひ。では、ご視聴ありがとうございました。サピック。